すごいところが通販これなんですけど、ニンニク絶妙バーガー、それそれを押すと出てくる。すごいすごいわすごいわネタが分かんないからカメラが追っつかない。横から見たらすごいハンバーグです。消えました。やるな。もう子供の頃思い出すわ、手順を言ってたら一時よく来てたから。あ、おっと、あと島では、はい、一発芸を、一発芸じゃないわ、マジックをやらせてもらいます。いいよいしょ。この調子に私が今からこの上に塗ります。調子に乗るんですか。すまんすまん、親の遺言で調子に乗るなって言われてました。すまへん。しょうもない、しょうもない。さっきと分かってるし。じゃあちょっと僕の、ま、真面目なお話をちょっと真面目かどうか。そうで真面目な話。真面目な話。あのスバルファイブのイベントの話にかこつけて、ちょっと27日にあの阪急淡路に自由空間クラブっていうテレレの上映店があるんですけど、そこのオーナーさんが地元の淡路でなんかイベントしたいっていうことで、3年前からちょっとスバルファイブでなんか一緒にイベントしたいねっていう話してたんですけど、ついにこの近畿大学都市計画研究所とか大阪経済大学地域活性化センターというところと組んでイベントをするんですけど、2リットルのペットボトルをパサッと切って水を入れて、そこにアルミホイルを浮かべてろうそくをつけてキャンドルナイトで、菅の森というなんか公園、菅の森神社があるんですけど、そこをなんか、うん、そこでイベントしましょうっていうことで、でまあまあスバルファイブのイベントはするんですけど、今日ちょっとお願いしたかったのが、僕らまあまあこの3人なんですけど、バリアフリーシアター実行委員会って言ってボランティア活動してて、で昔あの新潟の市役所とこう連携取って、映画を作ったんですね。でできてから1年後にちょっと自信があって、でそうやってあの協力してもらって作った映画で、なんか自信のため、あの義援のために何かできないかということで、義援コンサートやったり、上映会をやったりして、義援金を募って、新潟県の地震対策委員会の方に、募金を送らせてもらったり、でそうこうしているうちに今度、中越沖2回地震があって、はい、でその時は、僕らね、当時なんかすごい、募金でなんか騙して自分のお金にしちゃってるっていうグループが出没してたんで、僕らきちっともらう量はきちっとしたいということです。あの大阪赤十字の大阪支部に掛け合って、すいませんけどあのちゃんと集めたお金を赤十字さんにお渡しするんでということで、赤十字のお名前を借りて、でイベントをやったんですね、という経緯があって、で今回その東北の方でバリアフリーシアターが発足した時の前身が、ボイスドラマサークルって言って声の劇団を作ってまして、その時にある物語を、岩手県の人に方言指導してもらったんです。で、まあ、そういうつながりがあって、で僕らしょっちゅうそういうね義援行動してるわけじゃないんですけど、せめてこうなんか関連があった地域のために何かしたいっていうことで、で今日募金を募るんじゃなくて、できたらこの日にねちょっとお手伝いしていただいて、こう、地元の人が来るし、で淡路も阪神淡路
大震災の時にあの辺もひどかったみたいなんで、やっぱりこの日をちょっと使ってちょっと募金を募りたいなと。で、手伝いに来ていただいてもいいですし、来ていただいて募金していただいてもいいかなっていうことで、でね、またこういうちょっとね急いでチラシコピーしてきたの、本当はカラーなんですけどね、両面で、これをぜひ27日に、ちょっと募金活動、東北地震の義援の活動をしたいなと思って、まあ、できましたらちょっとお時間あれば参加していただければなと。で、僕ら出るのが27日の2時から6時までなんで、ちょっと阪急淡路の方に来ていただいたら嬉しいかなと。はい、ふざけたことをしてますけど、やってることは人のため世のためと思ってやってますんで。ヒーローですか、ね、ヒーローですから、うん、イエローなんかは新潟の地震あった時に駆けつけようかっていうね、家族で駆けつけようかって言ったんですが結局行けなかったんですよね。ね、本当にね、行って何かやりたいっていう思いあるんですけど、行くことによって逆にねなっちゃうんで、で物資を送ったところでそれをさばく人もいないっていうことであれば、やっぱり義援金が一番いいのかな。ね、僕ら本当お金貧乏でお金ないですから、ただ募ることはできるんじゃないかな。でただね、納める先ははっきりこの日までしておいて、東北の方の災害本部に送るのか、また赤十字の方に送るのかっていうのははっきりして募金を募りたいなと思ってるんで、他はね、そういうこれ以外でなんかそういういい案があればと思うんですけど、案って言ったらおかしいですけど、募り方ですよね。でイエローさんが言ってたように何かの団体とタイアップしてもいいのかな、ね、ただ僕らが今考えれるのはこの淡路のお祭りで義援金を募りれればなと。本当は何をすると良いのかって考える場がもっとあってもいいのかもしれないし、ただニュースでやってた先ちらっと見たのは、やっぱりつながってることを地元の人がね、うん、一番望んでる、なんか今の時点でこう寄付をするとした方は結構満足度もあるけれども、当人さんなんてなってくると小柄から復興していくことっていっぱいあるから、本当は観光とかそこに行けるところとか戻っていこうとすると、きっと神戸の時もそうでしたけど、たくさんいろんなところから人が来てそこで何か食べて物を買うて帰っていくっていうことがどんどんできてればきっといいんでしょうけれどもね、きっとそこまで旅行に海外に旅行行くのもいいけれども、そっちに旅行に行ったりとか、あるいはお金が僕らが何かそこでできたらいいのになとは常々思ってるんだけれども、どうしたらいいかなと。でどういう形であれもそこで人が動いたりとかお金が動いたりすれば少し何か役に立てることもあるのかなと思うんですけど、それがどれがいいのか僕にはまだ分からないんですけどね、なんかこんな機会にこういう格好をしながら真面目なことを考えてみてもいいんじゃないか。だからね、今日哲さんも言ってましたけどね、こんな時にこんなことって思ってはったんですけど、僕はやっぱりこういう時だからこそね、家でテレビ見るよりは出てきてどうしたら何かできるのかなっていうね、場に足を運んでもらった方がいいのかなって、こんな格好をしてますがなんかそういうのが起こるとなんか違う地域の人のなんか萎縮してしまうような感じがして、それが全然なんか沈んでしまうと。そうですよね、なんかテレビ見せてもなんかいろんなものが関係ないところでも中止になったりして、新潟に地震あった時に僕らは新潟とつながりがあったから義援金募ったんですね。じゃあ他のその時はどこだったかな、その時に北海道にも地震があったんです、あと石川にも地震があったんです。でその時にすごい僕自身悩んだんですよ。僕は新潟にしたけど、じゃあなんで北海道石川にしないのっていう、なんかすごい不公平なのかな。で大阪のボランティア協会の人に
ちょっと話しに行った。僕こういう思い、新潟にはつながりがあるから募金しました。でも石川にも北海道にもしてないんですけどって言ったら、そのボランティア協会の人が言ったのは、もともとボランティアっていうのはこう、なんて言ってたの、偏ってるじゃない、なんだ、そういうものよ、やりたい人がやるんだから、全部やるのは行政の仕事だから、あなたがやりたいと思うところにすればいいだけだから、そういう悩むことないよって言われて、あ、そうなんだって、すごい力が、うん、楽になったでね。あそこで困ってる人いるけどこっち助けた、うん、でもみんなにやることは行政の仕事です。で個人でやるときは本当にやりたいと思ったときにやればいいからっていう、そのときは本当にちょっと楽になりましたけど、なんかボランティアやってるとなんか全部にやらなあかんとかっていう意識が、あ、意識強いですよね、うん、普通一般的。でもね、できることをできるだけをするだけなんで、全員にっていうのはちょっとね、うん、全員っていうか全部平等にといかんのが難しい。でちょっと質問してもいいですか。あの今回の東北の大震災があって、でつい前のもう十何年だ、15、6年になるんですかね、阪神の大震災、あの時のことを思い出して、であの時もそのな何かしてあげたいんだけども、何ができるか、第一向こうに行くこともできないっていうのね。手助けでも、もう足だけ運んででも何かをやってあげたいなと思いながら、何もできなかった自分がすごく情けなかったっていう、そういう思いがあったんですよ。でその時に中学の時の友達ですごいその行動力のあるやつがおって、お風呂屋さんがあったもんやから、でそこのお風呂屋さんからお湯をもらってタンクローリーに住ん で向こうに出張の風呂をやりよったんですよ。それがすごく印象に残ってて、えらいやつやなと。で僕はなんなんやろうと、すごく涙流すだけで何もできなかった悔しい思いがあって、以降また何もで行けたわけですよね、休みの日とか。それでもできなかった自分がおって、でしかも今回は東北やから何にも足を運ぶことなんてもちろんできないし、でもあの時のような悔いを残したくないなと。そうなったら募金ぐらいしかないしね。で、ね、まあね、北村さんお金くださいじゃなくて、うん、なんかそういう呼びかけに一緒にしてもらえませんかっていう、うんうん、そういう面でのまあその協力、あの足を運ぶとか、うん、そういうことでもせめて少しは貧者の一等じゃないけど役に立てればいいかなとは思うんですけど、今何ができるのかなって言ったらやっぱりね、募金を募ることなのかな、今はですけど、うん、で後でまた気づくかもしれないですけど、今思いつくのはそれかなっていう。じゃあもう、はい、ってしまった。カメラに向かって3月27日日曜日どこでした？菅の森公園、阪急淡路です。阪急淡路、菅の森公園まで皆さん来てください。スバルファイブが、スバルファイブがお待ちしております。今日はスバル3ですが、3ですが、それはちょっとごめんなさい。大人の事情です。よろしくお願いします。